誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。尋常に勝負。これが試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。それは違う。この場で見極めておる。技のみでは俺には勝てぬ。かような才もがあろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。